はい、皆さんおはようございます。今日はね1月の19日です。時刻はね朝の6時44分です。はい、ようやく明るくなってきたかな。はい、今日も天気良さそうですね。はい、本日もよろしくお願いいたします。はい、昨日ね私レンズについての話をしたんですけども、まあそこそこやっぱりねレンズ好きな方が多いんでしょうかね。はい、ご視聴多くいただきありがとうございました。はい、で今後も私昨年なんかはねずっとジンバル販売を専門でやってきましたが、今年についてはですね、ジンバルだけじゃなくてジンバルやりつつ、まあ、そういうカメラ関連機材、というのも扱っていく方向で考えております。でそうなりますと私のチャンネルってジンバルってずっと言ったんだけど、まあ、それが、まあ、ちょっとね幅が広がってくるってことになるんで、ぜひともね今後、まあ、ジンバル以外に興味をお持ちの方とのお付き合いも、期待しておりますのでよろしくお願いいたします。はい、また詳細はね、ご連絡いたします。はい、で今日は昨日が単焦点レンズだったんで今日はねズームレンズの話をしたいと思います。はい、まあ、タイトルとしましてはズームレンズを買う理由かながいいですかね。はい、でいきたいと思います。私がねズームレンズを今まで、まあ、何本買ってきたかが分かんないんですけど、ズームレンズかれこれ自分の所有しているものを数えたら全部で7本ありました。7本ね。ズームレンズってまあイメージ的にはそれ1本で賄える的なニュアンスがあるじゃないですか。まあ、だけど実際には超広角ズームレンズで標準ズームレンズで望遠ズームレンズ、うん、でまあニッパチ同士で明るいやつだったら重くて大きくて高いんだけど、うん、まあ大三元って言ったりしますよね。はい、だからまあキヤノンのとか、まあ、ニコンもそうですけどこういうカメラにニッパチ系のズームレンズを広角標準で望遠でつけるといかにもこう仕事用セットみたいなね、まあ、そんな雰囲気ですよね。はい、まあ、そんなズームレンズの話です。で私はねニッパチ系のズームレンズは1本も持ってない、いや持ってる持ってますね、持ってるんだけどまあおおむね、F4 同士、 F4 同士っていうのはこれ本当ビーナーの方に、あれなんですけど皆さん多分ご存知だと思います。ニッパチ同士とか F4 同士っていうのは何かっていうと、ズームをこうやって繰り出したりとか広角望遠ってやっても F が変わらない、 F っていうのはまあいわゆる明るさですね、光景比が変わらないんで、ズームでクローズアップビデオでやってった時に暗くなってったりとかするんですよ。 F が変動するようなズームレンズはね、それがない、うん、焦点距離このズームの幅の中で一定してずっと同じ明るさで、まあ、キープしているっていうレンズをなんちゃら同士 F、ニッパチ同士とか 2.8 同士とか F4 同士って言ったりします。はい、で私の持ってるのは F4 同士、ね、F4 の投資のレンズが多いです。はい、まあこれでもいい、ちょっとこれ説明していきましょうか。これはソニーの α6500 に10-18mm のズームレンズをつけてます。はい、買うとねこの10-18は多分7、8万ぐらいしますかね。外見とは裏腹にね結構高いです。はい、でこの10-18mm のレンズはまあ言ったら超広角ズームレンズですよね。はい、でパッとこのズームレンズを見た時に、はい、まあ私が初心者だったら、うん、この10-18引き算するんですよ。18-10ってことは 8mm、 わずか 8mm の区間しかない、あそんなにズームできないんだなって思っちゃう、 8mm だから。で対してその横にまあ、例えば 50mm から 100mm のズームレンズがあったとします。でそうすると100-50を引くんで、あ、50mm も差があるんだ。よっぽどズームできるんだなっていうふうに思ってしまいます。はい。だけどね、これは引き算しちゃダメなんですよ。引き算するんじゃなしに割り算をしてください。うん。テレタンの望遠端の 18mm から、ワイタンの 10mm、10-18。18÷10 をすると 1.8 ですよね。まあ、これまあ平たく 20mm にしたら 20÷10 で2ですよね。はい、2倍のズームレンズってことになります。2倍のズームレンズってどういうことかっていうと、まあ視野があったとしたら、画面全体があったとしたらね、これ画面全体、このうちの面積でいうと4分の1、ちょっとピントが
はい、4分の1の領域を拡大する形になります。まあ、ちょっと今これ説明上、まあ、左上に持ってきても実際には中央の4分の1の面積をぐーっと拡大する形になります。はい、だから3倍のズームレンズですと今度は3分の1の面積、ちょっと下手くそですけどね、はい、3分の1、3等分、横を3等分、縦を3等分して、でここですね、はい、で面積でいうと 3×3 なんで9分の1の領域をぐーっとクローズアップする形になります。はい、なのでズームレンズっていうのは、テレ側の焦点距離と広角側の焦点距離を引き算するんじゃなしに、テレ側割るワイド側の割り算をしてください。そうすると、ズーム倍率っていうのが出てきますんで、まあこれで言うんだったら18÷10で 1.8 倍ね。これ引き算しちゃうと、あ、8ミリしか動かないんだなって、思っちゃう、物足りないんだなって思っちゃうけど、でも実際には 1.8 倍あるんで、まあ例えば50ミリから90ミリ、ね、90÷50 って 1.8 ですよね。50から90ミリのズームレンズと同じぐらいの倍率、まあ同じですね。1.9、そうですね。50から、90、そうです。はい、1.8 倍ってことなんで、50から90のズームレンズと同等の、まあ、クローズアップ、ズーム比率だよっていうね、はい、ズーム倍率だよってことです。はい、まあそういうのがまず豆知識として、はい、言っておきます。はい、そんな観点で見ていくと、まあ例えばこちら。ソニーの12から24の、まあ、超広角ズームレンズですね。16から35っていうのもあるけど、最近ではこういうより超広角のズームが出てますよね。はい、まあ、これ12から24です。超超広角っていうのかな、はい、のズームレンズ、まあ、外観もまだ綺麗で、まだまだ今後使っていきます。はい、これはじゃあ何倍かって言ったら24から12を割ってください。そうすると倍率は2倍になります、ね。まあ、そんな感じで倍率を出していくわけですね。で例えばこちらは、まあ、これも比較的新しいソニーの24から105ミリですね。24から105ミリ、まあ、これはもうこの数字からしていかにもこうズームしそうな、寄っていけそうなレンズですよね。で実際にこの繰り出しもすごく長いですし、ズームの区間がすごい長い気がします。だこれもやっぱり割り算してみると 105÷24 で、4.5 倍？ごめんなさい、ちょっと今すぐ出てこないけど 4.5 倍？ぐらいですかね。5倍だと120になっちゃうもんね。はい、なのでまあさっき言った10の18とか12から20、ちょっとごめんなさい、頭真っ白になって、12から24とかそういうズームレンズに比べてズーム倍率が高いということですね。はい、なのでまあズームの倍率を、まあ、運動会でお父さんが極力クローズアップしたいんだって、まあだけどワイド側も確保したいとかね、そういう方は高倍率ズームレンズっていうのがあります。はい、私は持ってないんですけど、高倍率10倍とかね、もっとかな、もっとっていうのあるかな、24から240とかね、24から300ってあったかな。あんまりね、高倍率ズームレンズっていうのは私手出さないんですけど、そういうのがあります。はい、でそうするとまあ、子供がバーッと近寄ってきたらワイド側にカッとこう合わせて、で向こうの方で何かね、かけっことかやってる時はこうテレで寄っていくっていうね、そういう使い方しますね。まあ、これスチルの話で、まあビデオでも一緒かな。ビデオでね、あんまりその超高倍率のね、ズームレンズっていうのは使わないんですけど、はい、まあ倍率っていうのはテレ側からワイド側割り算して倍率を出すというふうにお考えいただけたらと思います。ってことはあれですよ、10倍のズームレンズっていうのは、縦横10倍だから10分の1だから、だからまあ100分の1の面積、ワイドのシャイヤーの100分の1の面積をぐーっとクロップするような形になります。だからよっぽど寄れるんですよね。はい、なので10倍ズームレンズはすごいなということですね。私は持ってないですけどね。はい、とかあと、望遠ズームレンズっていうのがあります。これね、ソニーの70-300のレンズですね。はい、70-300、これね私使ってなくて、子供の運動会とかで使えるかなと思ったんですけどね、まあこれを出動する頻度がすごく低くて、
うん、でこれも倍率出すと300÷70で4.5倍とかですか、4点数倍ですね、はい、のレンズです、はい。まあ、こういうのもあります、うん。まあ、これはもう70から始まるんで、まあ、ワイド側っていうのはね、まあ、レンズを交換しなくちゃいけない、うん、ということなんで、であとね F がねこれ変動するんですよ。 F が 4.5 から 5.6 なんでね、これね、だからまあ動画とかで使った時に、まあ、そんなに多分影響ないと思うんですけど、もうクローズアップしてった時にちょっと暗くなる、ちょっと暗くなる、 4.5 から 5.6 になるからね。 F がちょっとF 値がちょっとね、うん、まあ、5.6 にこの切り替わる、はい、っていうところで暗くなってしまうっていうのがあります、はい。なので動画で録画中にズームをするっていう使い方をするんだったら、まあ極力 F は固定の方がいいのかなと、うん。まあ、もちろんね ISO オートとかで、頼ったりとか、まあそういう補いっていうのも可能ではあるんですけど、やっぱりまあ自然につなげるんだったら、まあズームレンズっていうのは動画の場合は、まあ、F は固定の方が望ましいかなって思います、うん。録画中にズームするんだったらね、はい、うん。こう構図合わせとか導入っていうところで、まあ、考えるんだったら別に問題ないんだけど、はい、そんな感じですね、はい。であとね高倍率のズームで言うと、このソニーの α APS 用のね、はい、カメラ、うん、用に作られたこのレンズ18105っていうズームレンズがあります。こちらは 105mm がテレタンで Y 端が 18mm なんで、これも何倍だ、6倍いかないね、5倍ちょっとですね、 5.何倍、だから結構倍率が高いです、うん、倍率高いです。こういうのはねすごく便利なんですよ。でしかもねこれ繰り出ししない、繰り出しというか全長が変化しないんで、すごくね重宝します。だからズームレンズで APS って言ったらもうね本当にこれは手放せない、うん、このレンズはちょっと手放す気しないですね今後も、はい、18105、うん。まあ、画質とか云々っていうのはまたちょっと、まあ、別の話になるんですけど、非常にね私気に入ってるレンズです、はい。まあ、そんな感じでね、まあ、ズーム倍率とか、まあ、そのズームレンズを選ぶ際にね、まあ、どういうところに気をつければいいのかっていうねところに触れつつ私が、まあ、なんでズームレンズを買うのかっていう理由についてね、お話ししたいと思います。皆さん多分一緒だと思うんですけど、一つは、利便性、うん、やっぱ便利であるということ、ズームを使うとね、はい。まあ、例えばその18105、18から105っていうね、ズームの幅があったとします。そしたら単焦点の18とか24とか35とか50、85とかね、うん、で105、その何本かの単焦点レンズを1本に集約することができる、うん。いや昨日言ったようなテイストとか解像度とかね、明るさとかそういうところは全く度外視にすると、まあ単純にそういうことですよね、うん。まあ当たり前なんですけどね、当たり前なんだけど、1本で集約できるってことでレンズ交換の手間っていうのが省けるとか、運搬の時に単焦点ね 1,2,3,4,5,6 って並べるんじゃなくて、1本もうカメラにマウントしたままで運べるっていうね、そういう意味合いでやっぱりね携帯性、まあ、利便性がまあやっぱり上がるのかなということですね。まあこれがまず1点で、2点目は速写性ですね。速写性、パッと出してすぐ撮る。まあ私は、こうやってパシャッパシャッじゃなくてね、録画のピッピッっていう、まあ、動画派なんですけど、まあ、それでも一緒ですよ。やっぱり、被写体がね急にこっちに接近してくるかもしれないとか、うん、まあその自分が収めたい画角っていうのがやっぱりねその状況によって変化したりしますし、自分が寄っていくとか引いていくっていう、そういうアプローチで、しのぐっていうのもありなんですけど、うん、やっぱりタイミング重視とかね、うん、自分でそれができないような場面とかね、引けないとかこれ以上寄っていけないとか、そういうのがやっぱあります。でそういう時にやっぱり、まあ、ズームレンズっていうのはある方がいいのかなというところですね、はい。なので、まあ、速写性に影響する、レンズ交換の手間が、はい、省ける。これレンズ交換するとこういうねレンズキャップとか、ちょっとピント合わないけどね、レンズキャップとか、まあ前後ろにあるじゃないですか。でこれを外してね、外してでカメラに付け替えて、うん、っていうことをしなくちゃいけないですよね。
でこれが、まあ、私こうやってテフラン貼ってますけど、これを紛失してしまったりとか、テレコになっちゃったりとかね、まあ、そういうことになったりしがちなんでね、うん、なので、まあ、レンズ交換を野外でやるっていうのは、まあ、センサーにゴミが入ったりする原因にもなりますし、まあ、ちょっとね気を使うところでもあるんですよ、うん、なのでこういう便利系のズームっていうのが1本あれば、もう今日は俺はもうこの1本ね、もう交換せずにこれでずっと行くんだっていうね、割り切りにもなるし、やっぱり便利なんですね、うん、詰まるところやっぱまあ便利だということです。はい、で、3つ目に今度は価格ですね。価格、まあ、価格についてはね、やっぱりねズームレンズでもピンキリあります。はい、まあニッパチ系の、まあ、ニッパチ同士のね第三元系のレンズとかですと、お高いやつはねもう本当2、30万しますし、はい、まあ、そういうのもありますしね。で私が持ってるような F4 同士とかで、 F が変動するようなね、例えばまあ 3.5 から 5.6 とか、うん、まあ、そういうまあズームレンズですと、まあ、比較的安価なものが多いですね。で私は F4 同士が多いですね。はい、F 値が4でずっと一定するっていうタイプの、うん、そんなに明るさを、まあ、あまり無理してないようなコスパ系の F4 同士のレンズが多いです。なんでかっていうと、まあ一つはまず安いってこと、これ大事ですね。とあと、まあ、重量がね一気にそのニッパチと比べて軽くなるというのもあります。はい、ただね、例えばこの2470の F4 っていうズームレンズがありますけど、これソニーのやつですね。これ F4 なんですけど、最近では、まあ、これよりは重いけど、これ純正で買うと2470の F ニッパチっていうのは G マスターであって、でそこそこ重いんですよ。 800g だったかな、まあ、結構重いんですけどね。だけどね、サードパーティーのタムロンっていうところから28から75のニッパチ同士のズームレンズがあって、でそれっていうのはもっともっと軽い、これよりは重いと思うんだけど、ニッパチなんだけど明るいんだけど、非常にまあ性能も良くて、 G マスターと比べると分かんないけど、まあ性能も良くて、で軽い、うん、で値段も安いっていうね、うん、そういう魅力的なレンズもあります。はい、なので一概には言えないんですけど、まあズームレンズっていうのは私の場合 F4 で、まあ大体買ってますんでね、 F4 のシリーズを買ってますんで、まあ安く済むと、うん、安い、小さい、安い小さい軽い、うん、3拍子揃ってる、はい、ってことで、まあ好んでね、まあズームレンズをまあ買うことが多いですね。はい、で今度はねデメリットについてもお話ししておきます。デメリットにつきましては、まず一つ目に、単焦点レンズと比べてなんですけど、まあそうですね、おおむね、まあ、やっぱり開放 F 値がね、 F 値が暗いものが多いです。はい、そのさっき言ったお高い第三元と言われるそのニッパチ同士の、まあ、ズームレンズ、うん、まあ、これはまあ20万30万しますけど、まあ、それでも F がニッパチなんでね、 2.8 なんで、単焦点の、まあ、1.8 クラスとかと比べるとやっぱり暗いですよね。うん、なのでより暗いところを、まあ、ノイズ少なく撮りたいんだとか、うん、まあ本当にねノイズ少なく撮るんだったら、まあ、例えばそのスチールの方だったら三脚立てたりとかね、で露出時間で補うことができるんですけど、ビデオの方っていうのはやっぱりシャッタースピードの縛りっていうのがあるんで、うん、まあ、バルブ撮影とかするわけにもいかないですし、どうしてもね、まあ、自分がいつも撮ってる60分の1とか50分の1とかのシャッタースピードで回していかなくちゃいけない。そうすると ISO 感度増感するかとかね、であとレンズの F 値とかっていうファクターになってくるんで、なのでやっぱり F 値っていうのは、うん、本当はね極力明るい方がいいということなんですよ、うん、だけどまあ、 あのズームレンズはまあそうですね、一般的にはまあよっぽどその F2 のズームレンズがこう例えばそのシグマとかであったりとかしますけど、まあ、一般的にはニッパチぐらい、うん、明るくてもニッパチぐらい、うん、ということになります。はい、ですのでまあ開放 F 値が暗い分だけ、ローライトでビデオでこう撮りたいとかっていう方は、うん、まあよっぽどね街中とかだったら撮れないことはないですし、十分明るさ十分確保できるんですけど、もっと暗いところでっていうふうになると、特に天体系の方とかはね、うん、やっぱりまあ単焦点に行ってしまうということですね。はい、でまあそれその反面、うん、その反面、
このタムロンの1530っていう、これまあ2倍のズームレンズですね。これフルサイズ用の、1100g ぐらいある非常に重いレンズです。でこれを 5DS っていうのにこうつけて、でまあ長時間録音をするっていうね、はい、ビデオじゃなくてスチル天体写真とかだったらまあ録音時間で補うことができるんで、だからまあズームレンズっていうのは成形写真でも使われることが多いです。ニコンで言うと、あの紙レンズと言われた、141424でしたっけ、ニコンの、うん、というのもありますし、まあ、このタムロンの1530も新しくリニューアルされたんですよね、確かね。私は1個前のやつ持ってますけども、まあ、これはね、星に使えるレンズです。はい、10万ぐらいだったかな。はい、で、まあ、F28 で、まあ、単焦点と比べたら、ね、ちょっと暗いんですけど、まあ、その分露出時間で補うっていう、まあ、そういう、まあ、捉え方もありかなと思います。非常に高性能で星に使える、うん、このズームレンズはね、はい、って思いました。うん、なので、まあ、一概には言えないんですけど、ビデオでローライトってなるとやっぱり単焦点に行きたくなりますね。はい、であとね、もう一点言うと、まあ、問題点ね、ズームレンズの問題点はやっぱり全長が変わってしまうもの、うん、変わらないものもありますけどね。このようにこれ全長が伸びてしまうものについては、三脚とか手持ちとかだったら特に問題ないんですけど、私みたいにジンバルでバランスっていうのが要求される、ジンバルっていうのはね、うん、そういう運用で考えると、まあ、やっぱりこういう全長でバランスが変わるズームレンズっていうのは、うん、まあ不利になることが多いですね。はい、まあ、運用で賄える部分ではあるんですけど、例えば、まあ、そのズームの繰り出しの中間のところでバランス合わせておいて、多少崩れてもそれはジンバルのモーターパワーで補うとかね、うん、そういうまあ逃げ方っていうのはあるんですけどね。でもやっぱり理想的にはこれが、まあ、あの伸びない、変化しないっていうね、バランスが変わらないっていうのがやっぱり理想なんで、はい、まあ、そこがまあ、うん、問題点かもしれないですね、ジンバルやる人にとってはね。はい、あとはまあ3つ目に、最後に問題点というか、まあ、画質の部分ですね。はい、特に顕著なのは超高倍率ズームレンズというかな、高倍率ズームレンズですかね、24から200とか、24から300ってあったっけな、まあ10倍ぐらいの、うん、高倍率ズームレンズ、こういうのはね、やっぱり、まあ、MTF 曲線見ても画質っていうのがどうしても犠牲になってるものが多いです。まあ、最近はどうかな、タムロンさんなんかはね、結構あの高倍率ズームレンズ出してるんで、まああれなんですけど、最近は改善されてるのか分かんないけど、まあやっぱりあの G マスターのズームレンズとか、まあそうですね、F4 同士の2、3倍ぐらいのズーム倍率に無理のないようなね、うん、そういうスペックのものと比べると、まあ光学性能が犠牲になってることが多いです。はい。うん、まあ画質が全てじゃないんでね、速射性とか、いろんなまあファクターがやっぱりありますんでね。うん、まあ、ただまあ問題点としては、単焦点レンズなんかと比べると便利な分だけ失われるものがあるよってことですね。はい、まあ、そこがあると思います。だからまあ言ったら、やっぱり単焦点もズームも一長一短あるよということになりますね。はい、なのでまあ一長一短のその一長の部分、いい部分というのをやっぱり私が欲しくて、結局ズームも買いで単焦点も買い、うん、ってことで結局ね、まあこういうカメラ機材が増えていくというのがまあオチですね。はい、なのでね、レンズはいろいろまあ所有してるんですけど、まあ私が今回数えたのはまあ7本、うん、キャノンのまあ EF マウント用のまあこういうレンズだったりとか、 APS 用の小ぶりなズームレンズとかね、でフルサイズ用のまあこういうレンズだったりとか、超広角、広角、広角って言ったら16から35っていうのもありますよね。あ、そうか、16から35今ここにないから8本ですね、うん、8本あるのかな。はい、だからね、どんどんね、まあ、言ったらそのレンズ沼に陥っていくっていうのがあります。12-24 16-35 24-70 70-300 とかね、でそれの今言ったのはフルサイズ、これの APS の今度はズームレンズとかね、うん、ですので、もう本当に気づいたらズームレンズの沼に入ってしまうということになりかねないんで、注意が必要かと思います。はい、まあ、今後もね、気をつけたいと思います。もう遅いかな。はい、というわけで本日は、ズームレンズについてのお話をさせていただきました。ありがとうございます。